鈴木です。車が入れるところからですね、ちょっと歩いて本当に1分ほどのところなんですけどね、なんかポコ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 音するんですよ。何かなと思ったらこのパイプの音ですね、塩ビのね、これあれですね、多分地元の方がですね、上流からね水を引き入れるのにこのねパイプを設置したんでしょうね。ただもう使われてないというかね、途中でこれ取れちゃったね、途中でなくなっちゃってますよね。なのでもうだいぶね昔にこれを設置して使ってたんでしょうけども、もう使わなくなってね、多分その設置した方ももうねおられないのかもわからないですね。なのでもう使わなくなってもうそのままみたいな感じになってますよね。もしくはね水道がね引いて町の水道を使ってるのかもわからないですね今はね。でまあねパイプね途中で寸断したまんまになってますけど、そのね下あたりですね、ここねちょっと石があって若干砂がちょっとね溜まってる部分があるんですね。この下はですねもうなんか岩盤になってますね。岩盤になっていてちょっとね段になってるような感じになってるんですけども、でここねちょっと砂が溜まってる感じなので、これちょっとねこの石をね大きい石を乗っけて、で下に溜まってるね砂をねまた全部すくってね見たいと思います。では続くこっち